was it suddenly my place? しらすたです。イエーイというわけで、本日のスペシャルスーパーウルトラゲストは、小柳ゆきさんです。どうもー、こんにちは。お願いします。はい、お会いできて本当に嬉しいです。ああ、どうもこちらこそありがとうございます。本日はですね、衝撃のデビュー曲なんですね、あれ。そうです、衝撃のデビュー曲、あなたの季節を数えましょう、 You are mine を一緒に歌い方の解説をしていただけるということであっておりますでしょうか。いや、はい、合ってます。ありがとうございます。いや、すごい、これ歌い方解説ってちょっとなかなかした時ないから、はい、すごい、どうしようと、大丈夫か、ちゃんとできるかなっていう。大丈夫私もうだってもうあなたの季節を数えましょう歴今20年嘘か、あ、20年ですよね。20年ですね、99年だから。そうですよね、はい、22年なんで私歴、うん、小 4?3? 小4わかんないですよね。それわかんないですよね。からの歌い続けてる曲なんですけれども、まあ、今回ご縁があって、あれですね、私開会期間のカバーにリアクションさせていただいたり、クライベイビーのカバーにリアクションさせていただいたり、しつこくこうラブコールじゃないんですけど、気づけ、俺に気づけと思って投げていたら実現しました。いやー、もうあれすごい嬉しかったです。ありがとうございます。そう、ああいう風にちょっとなかなか細かくいろいろなことを一応こう歌ってる時にやってるじゃないですか、はい、それってどうしても聞き流してしまうとこだと思うので、そこを気づいていただけて、なんかね、すごい嬉しかったんですよ、ね。ありがとうございます。はい、じゃあ早速あなたのキスを数えましょう You are mine の歌い方を一緒に、解説、そして教えていただきたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。じゃあまずは私の22年の練習の成果を聞いていただければなと思います。はい。まあ、じゃあ初期のバージョンと2020年にこう再度リリースされたバージョンがあると思うんですけど、最新の方で学んでまいりましたので。ありがとうございます。うん。散らかった床の上、うずくまり膝を抱いた、守れない約束がカレンダー汚してる、こんな日が来るなら抱き合えばよかったよ、もっと見せぬ。めちゃくちゃいいじゃないですか。今良かったですね、割とね。人生一良かったかもしれない今。いや、すごい良かったですよ。グッときました。はい。でも、なんかどっか一歩近づけるポイントって。そうです。もうすごく良かったけど、そうだな、まあ、私の歌い方という意味で言うと、そうですね、もうちょっと歌わないかもしれないですね。なるほど。はい。すごくやっぱ上手だったし、なんかもうその上手さを消すみたいな。散らかった床の上、うずくまり膝を抱いた。うわ。そっか。そうだからね、なんかね、多分 A メロすごいいい感じにポツポツな感じだったじゃないですか。はい、B どっちかっていうと。そうですね。はい、B こうか、こんな日が来るなら抱き合えばよかったよ、もっと。歌ってるか。あ、でも言ってる意味わかりました。なんか多分リズムな気がして、ああ、ちょっと崩してますよね。そうですよね。なんかビート出しすぎかもしれないです。ああ、そうかも。なんかリズムな気がする。こんな日が来るなら抱き合えばよかったよもっと目線よ、なんかめちゃくちゃいいっすよなんか多分こう、まあ、アカペラだからっていうのもあると思うんですけど、多分さっき私リズムをもうちょっと出しすぎてて、綺麗にそう「こんな日が来るなら」まあこんなやってないですけど、それをなるべく今消してみました。なんか私より良かった。いや消されるちょっと恥ずかしいなと思ってました。世界に消されるからやめてください。いやすごいよ私今。なんかあれですよね。まあいわゆる歌唱と喋りのこう間というか、こっちに近づけた方がなるべく僕、ああよかったリベンジして嬉しい。すごい。ちょっと待って、その勢いのままサビいきます。あなたのキスを数えましょう。一つ一つは思い出せば誰よりそばにいたかった。Without you, but you are mine. すごいですね。綺麗。なんかこれ伺いたかったんですけど。ゆきさんってなんか裏声か地声か分かんないとこたくさんあって、特にこの、まあ、私がやると男性なんでこれ裏声になっちゃうんですけど、この「あなたの」なんか「の」の時めっちゃ柔らかくなるんですけど、レコーディングバージョンだと「数えましょう」まあこことかも柔らかいんですけど、なんか地なのか裏なのか、まあ、ミックスなのか、なんかどんな感じかってありますか？これ普通のとこですよね多分。あなたのキスを数えましょう。これファルセットですね。一番はファルセットです。ここはファルセットなんだ。はい、あなたのはでもまあ地声歌声の地声のまま。はい。あのキスを数えましょう。太い方のファルセットじゃないっていうか、細めの方のファルセットで軽めにいって。一つ一つを思い出せば、全部表じゃないかな。誰よりそばにいたかった。ファルセットですね。はいはいはい、ちょっと聞き分けられるようになってきた。Without you, but you are mine。そこは地声の顔。裏。混ざってんな。あ混ざってんな。いや使いますからね。そう。without you, but you。もう U あたりからちょっと混ざり始めてますね。絶妙なとこなんですね。G と裏の。そうですね。出た。そうですよ。なんかこうすごい特殊だなと思ったのが、しゃくってる最中に。ヒュって裏声になってるんですよね、きっと。なんていうんですかね。ショって言った瞬間は地側なんですよ。「えましょう」って多分やってて「数えましょう」だとピロンって普通はなっちゃうと思うんですよ、女性でも男性でも。なるほど。だからゆきさんわかんないですよ、これしゃくってる間にいつもりがヒュって変えてる。あ、気づいてなかった。すごいですね。特急の歌唱力、特急のまあもちろんいろんな歌い方があると思うんですけど、これ多分毎回共通してるのはやっぱこう1番じゃないですかこれって。だからこう柔らかい箇所が結構多いと思うんですけど、青色になってる箇所多いと思うんですけど、だんだんとこう最終ラウンドに行くにつれて、こうやっぱり使ってる声が変わっていきますよね。はい、例えばなんですけど、今「あなたのキスを数えましょう」の時と「数えましょう」ミックスで上がっていく時と「数えましょう」ってこうちょっとガンっていく時と、そうですね、ありますよね。最後にくりついてだんだんこうやっぱ地声っぽくなっていくというか。そうですね、はい。全部聞かせてください。全部どうやりますの？サンバリエーション聞かせていただいてもよろしいでしょうか。いきなりできるかな。できるよ。あなたのキスを数えましょう。どこだけど。そうです。がこれも1番裏声ファルセットバージョンですね。で2番は「あなたのキスを探しましょう」か、ですね。贅沢ありがとうございます。大サビやって転調して、はい、で最後サビはもう本当にガーンといく。あなたのキスを数えましょう。一つうるさくなっちゃうんですけど。ありがとうございます。音量のことまで考えていただいたらと思います。今ただ私が一番こう音量体感でいくとうわーと思って。ありがとうございます。もうライブによってはもう。でとかアレンジによっては抑えたままの時もあるかもしれないし、まあ、いろんなパターンがあると思うんですけど、こうやってゆきさんはですね、いろんな声の密度、音量、地声の柔らかいやつ、裏声、まあ、裏声にもいろいろあったりとかして、で地声の一番強いところ、これベルティングとかって呼ばれたりするんですけど、ここを使い分けてこの「あなたのキスを数えましょう」というこのなんか曲の高まりがいくわけでございます、はい、真面目にまとめてみましたありがとうございます。ゆきさん、私はですね、この英語のところが大好きなんです、この曲。ありがとうございます。ただ、とっても高い。高いですよね。とっても難しい。ちょっと練習してきたんで。これ男性がこのキー歌ってすごいですね。いや、ちょっと途中で朽ち果てたら助けてください。おいどう助けんだろう。All of my heart is almost crying. In your eyes, in your side, was it certainly a place? Tell me please the reason of your love for me. Can I cry now?すごい。ちょっと待ってください。あ、これ人生で一番超えてました今日。おお。すごい。何の滞りもなく。いやーすごかったですね。朝から2時間ストレッチして。ああ、そっかそっか。2時間ストレッチして。よかったです。私9歳からずっとここのパートをどうにかやろうと今。合格でいいですか？いやちょっとすごいびっくりしましたこんなやってもらっちゃうと私歌いそんなことないつらいです。いやーちょっと今昔のバージョンというか99年バージョンと混ざっちゃった部分は、ね、そうなんです、ごめんなさいなんですけど、気合入りすぎてで、ここの私ゆきさんの、まあ本当はもっともっとコピーしたい部分いっぱいあるんですけど、例えばやっぱビブラートがめちゃめちゃ深くなるんですよね。ああ、そうだかもしれない。はい。なんか、なんかもっと深くなるんですよね。ああ、そうですね。はいはい。みたいな、たっていう。私は今ちょっと一曲通して、ここ通してやると全然できなかったんですけど。ゆきさんの書き。すごいの今聞きます。あ、いや心の声聞こえちゃったかな今。聞こえてます。できるかな。なんかすごいの聞いちゃったから今。でも私も歌いきれると途中でってなって倒れる予定だったんだよ。ちょっとウォーミングアップしすぎました今日。本当に人生一番声出てますだって。すごい。ちょっとはい大丈夫かな。いけるかなこのテンションで。あ、もう普通になっちゃう。ダメだ。あれですよね。この歌のすごいとこですもんね。そう、ずっとこう自分が乗ってグワーいってドゥランツンデーってなるんだ。それが今こうやって歌おうとするとドゥランナイツンデーって普通に歌い出しちゃった。今でも素敵です。なんかホテルのラウンジで聞いてるようななんかそのおしゃれななんかこうジャジーななんか。いやじゃない方ですよねでもねもっとね。まあじゃない方。がアカペラで聞いたらもう私はもう今日これで帰ります普通に。帰ってください。多分なんかこうざっくばらんの流れの中から入ればいけるかもしれない。なんかわかんないけどな。ああごめんなさい。あらららしゃん You are mine。 ありがとうございます。 To the nights and days Kill my fatal pain Please somebody say All of my heart is almost crying In your eyes, in your sight What is suddenly my place? Tell me please the reason of your love for me. Can I cry it now? ちょっとは出たかな。ちょっとは臨場感出たかな。いや難しいですねこれ。鳥肌だってます普通に。なんか脱毛したばっかりに鳥肌立つとすごいめっちゃチクチクするんですよね。はい。脱毛したって今足脱毛したばっかなんで、そうなんかちょっとチクチクしちゃったなんか今鳥肌立って。ありがとうございます。というわけで皆さんぜひあなたの奇跡を重ねましょう。歌ってみてほしいです。カラオケでも何でもたくさんこう歌ってみてほしいし、ゆきさんの歌声新しい2020年バージョンも。前のバージョンもいろいろ楽しんでもらえると嬉しいなって思います。はい、で今日ねこの話聞いた後に聞くとまた多分聞こえた違ってくると思うんで、ぜひ楽しんでください。そして私もリアクションさせていただいた海外キタンとクライベビー以外にも今映像でインフェルノと、スネークイーターがもう上がってますね。こちらがですねなんと全7曲のカバーアルバムになって、8月2日。8月2日です。はい。はい、私の誕生日が8月3日なので、その前日に誕生日プレゼントかのように。涼しいですね。涼しく生きてるんです。すみません。なんでにまあ発売されるカバーアルバムがございますので、ちょっとそちらのカバーについても伺っていいですか。ぜひとも。ありがとうございます。そのいいともみたいな流れになっちゃった。自分の久々に。本日のスペシャルゲストは小柳ゆきさんでした。はい、ありがとうございました。後編も期待です。